なのは信頼関係を構築するとかね、その前提にある自分の人間性とか人間力っていうのも重要なんで、ぜひツールとして使っていただきたくない。やっぱり重要なのは人間力とか人間性ですよっていうことをご理解いただきたいし、それから2つ目の位置づけはいつもの戦略のピラミッドですね。ミッション、ビジョン、バリュー、それから戦略のところも経営戦略、まあ、経営戦略の機能戦略の概念の中に、まあ、バリュー戦略とか財務戦略とか組織論とか人事論とかありますけども、実態を受けてみて、すごい感じたことが、自分たちのミッションっていうのは、まあ、ビジネスにおいてもそうですし、まあ、ここで大事にされているビジネス×人間学っていう部分を、2つの軸を持たれているスクールで、経営者で必要な考え方ですね、戦略であったりミッション、ビジョンといったところから、もう営業マンがどうやったらお客さんと話したらいいか、コンサルタン、まあ、お客さんに満足していただくにはどうしたらいいかっていう考え方から、言葉の使い方まで細かいところから対局に位置というところまで非常に広い範囲をカバーしておりまして、それから USP 商品っていうのはね、これまで何度かご説明してきましたけども、端的に言うとその会社のミッションが練り込まれている商品のことをユニークセリングプロポジション商品というふうに私の方